これはそのどういうその書面が入ってた いたんだという記載がないと、その他のことがですね。書類の内容が、そう、どういう書類が何枚で、まあどういうことのあれが、どういうがあったと、合計何枚だというような、それが一言も書いてないんですよ。うん。うん。それなんで、その、いや、これじゃ困るよと。うん。で、書き直してくれよと。うん。あるいは足せよと。いうような言い方はそこでしたわけですよね。そうしたらば、その、それ、できないって言うんですよ。副事務所がね。その、いや、だから、うん、だから書き直す、それからそこへ足して、うん、文言を足すと、いうようなことはできないっていうわけですよ。うん。それなんで、私は、じゃあ、それじゃあ、そのコピーを、取らせてくれと。それは、そんな文書困るからと。言ったら、いや、コピーも、取ってもらって困ると。そんなバカなと。それじゃあ、それ破れと。いうような、まあ、近い言葉も、そこで言ってるわけですよね。うん、そんなんじゃ困ると。そしたらそこで、逃げ返っちゃうんですよ。いや、だからあれなんですよ。うん。何もそこで素直に、そこで、自分で破ってですね。それで、その書き換えれば済むことを、しずに逃げ返っちゃうんですよ。うん、コピー。それじゃどういう、何のために記するのかわかんないじゃないですか。要は、うん、その被害届の、ね、うん、対して、に副社の要請をしたと。うん、ね、いやいや、そうじゃない。コピーはできないって。いやいや、違う。そこに文言を書き込みなさいと。うん。うん、書き込めないんだったら新たに、その、作成し直しなさいよと、いうことを言ったわけですよ。そしたらそれもできないというわけですよ。うん。うん、それで、じゃあ、そんな、あれだって、じゃあコピーを取りましょうよと。言ったら、いや、ダメだって逃げ帰っちゃったってことなんですよ。事実がね。うん。まあ、そう、まあ、北詰さんおっしゃるわけですよね。そういうことです。うん。うん。まあ、ちょっとまあ、副島の、ね、とか、なんかまあ、その周りの、ね、その取り扱った、の関係で言うと、まあ、大体はね、あれなんですけども、まあ、結局あれなんですよね。まあ一番とはこれはできないっていうのが、まあご事情できないっていうのもありまして、例えばですね、コピーにつきましては、もう公文書の扱いになっちゃうんでね、コピーはできませんので、ただこの書類そのものがですね、ご自分の意図にそぐわないとかちょっとあれが違うっていうのをおっしゃるんでしたら、取り下げはできると。ね。それでとあとですね。もしもし、はい、よろしいですかってどういうこと？いいですか、それを今お話し、私が話したことはご理解いただけましたか？いや、理解できない。どの辺？それは理解できないでしょ。その扱いは何になってるんですか、それは。その書類のね、うん、今、あ、その被害届の、うん、被害届のその受理番号は何、いくつになってるんですか？受理番号ですか？うん、被害届の。はい。受理番号は、ちゃんと出てますが。いや、何番ですか？うん、ちょっとこれちょっとね、私のあれではないのかもしれないですけれども、もしかして違うかもしれませんけど。違うってどういうことですか？いや、ですから、うん、その従来のね、あれと違うかもしれませんけど、部長この番号はついてる。従来ってどういうことですか？従来のと違うってどういうことですか？うん、ですから、なんかね、ちょっと私もね、これ門外漢なものですから、え？一応ですね、え？こちらの方の、ちょっと待ってください。わからないことばっかり言って先に進まないでくださいよ。
要するに、ね、どういうことですか？そのあなたがわからない。今それは受理番号は最初に書いた受理番号でしょ？受けた。あなたに作成してるんですか？また。そうではなくて、うん、これ別の書類に載ってますのでね。別の書類ってのは。被害届の私今副写見てるんですけれども。そうでしょ？でもその副写にそのまま受理番号が書いてるんじゃなくて、また別の菩薩に書いてありますもんですから。ですからちょっと慎重を期してそのように話します。書類に、ね、その受理番号が書いてないんですか？いやいや、ちょっとだからそのコピーやなんか。だってコピーだってそこに受理番号当然書いてあるでしょ。それをコピーしてるわけでしょ。うん、まあだからそういう場合もあり、そういうのもあるんですけど、ただちょっとたまたま今私の手元にあるのがそれだったわけです。いや、そういうのを、ちょっと待ってください。そういう、だから、栗原さん、ちょっと待ってください。それをちゃんとだから、準備しておきますけども。だから栗原さん。はい、なんでしょう。だから、どういう意味ですか、それは。どういう意味と申します。あなたが手に持ってるってことは、うん、それはその、受理された、うん、その上がってきあなたの元に上がってきた正式の書類なわけでしょ。うん、副写ですけれども、ね。いやだからそうでしょ。うん。だからそうしたらそこに受理番号なきゃおかしいでしょ。ですからその副写ですから多少不備がある場合もありますので。もしそれはまたもう一度確認してですね、正式なところをじゃあまたご回答いたしますけれども。ただそこの書類にあなたが持っている、うんうん、私が今こういう形で聞いてるにもかかわらず、はいはい、その受理番号がない書類を見てるってことですか。いや、そんなんじゃなくて、これでよかったの、これが受理番号なのかどうか、ちょっと分かんなかったんでですね。まあ、これ、一応番号は書いてあるんですけども、被害届受理番号っていう書き方じゃなかったんで、これでよかったかどうか、ちょっと私的にも。どういう形なんですか。うん、いやいや、番号とはついてるんですけれども、それが受理番号なのか、それともほら、書類をほら整理するための番号あるでしょ。そちらなのかちょっと分からなかったんで、一応番号は。書類整理ってことは受理番号でしょうな。うん、いや、ですから、受理するための番号と、あと、それ以外にほら、書類を整理するためのね、番号とかあるじゃないですか。だから、それどちらかなと思って。ですけど、だって、それ正式な書類を、その今言って問題になってるのは、うん、正式な書類だということだから、うん、ね、うん、それをどうのこうのっていうことを今 言われたんだから。うん、ただ、こちらの書類の方では、要するに、被害届、破棄の申し出があったってことですね。それで、いやだから、うん、その副島さんが書いたものが、うん、そのものが受理番号押されて、うん、それでファイルに閉じるわけでしょ。そうですね。そうでしょ。ただなんかどうやって受理番号とその整理番号欲しいですか、うん、ですから北村さんがその私の聞いたのと、うん、限りではですね、うん、北村さんがその被害届じゃダメだとおっしゃったんですよね。だからそれとそれをだから破ってくれとおっしゃったんですよね。そういうことじゃないでしょ。うん、いや、そういうことなんですよ。ですから、そういうことじゃないよ。俺が、だから、ね、栗原さん。この前、だから水沢さんに言ったのは、うん、ね、私のことはあなたが決めることじゃないって言ってるのよ。うん、ですから、私が言ってることはそうじゃないって言ったら、そうじゃないでしょうな。あなたがそう思いたいとか、ね、そこに、その処理したいんだっていうんだ話とは違うでしょ。この前言ったように、じゃあ結局だから私はですね、事実確認という形で今ご回答してるんですけど、北谷様のご要望としてはじゃあいかがなんですかね。だから今言ったそういう風にね、うん、そのあやふやな形で、うん、なっているから、うん、ね、あなたの課長代理との人の立場で、ね、そのどうなってるんですかと、うん、いうことを聞いてるわけでしょ。うん、被害届が提出された記憶はございますよ、ですから。だから言ってるでしょ。今言ったように、受理されたものが。いや、だから受理されたものっていうのは、ちょっとどういうあれで捉え方なのかわかんないんですけども。捉え方ってどういうことなんですか。結局、ほら、被害届をね、北田さんご希望されたでしょ。ただ、その時点で、ほら、コピーをね、うんぬんとか、あとそれから、そういう内容が自分の言ってることにそぐわないと、そういうふうにおっしゃったんですよね。だから今言った経緯がですよ。ですから、そのね、うん、その今言った通りの事実であって、ね、うん、それを、だからまず事実というものを聞きたいっていうから事実を話しただけでしょ、まだ。うん、ですから、そうでしょ？ご希望っていうのは、だからそのあたりをね、伺いたいと。
いや、だから今言って、あなたが言ったように、はい、ね、その、そういう